な。ありがとう春日君、完璧だね。それじゃあ今日の謝礼だよ。それにしてもずいぶんにぎやかで指が疲れたぜ。この辺りは昔からいろんな人が行き交うからね、数えるのは大変だがなかなか面白いだろう。だから私はここの交通量調査が好きなんだ。なかったけどよく見ると面白い街だよな。それにしても春日君、驚いたよ。まさかこんなに早く成長するとは。ミスター交通量調査の教え方がうまかったんじゃねえか。ありがたいね。どうやら私の目は確かだったようだ。春日君がいれば安心して引退できるな。何言ってんだよ道野のおっさん、まだまだ現役だろ。それがね、私の腕はただの腱鞘炎じゃないようなんだ。え、どういうことだよ。痛みと腫れだけじゃなくてね、しびれも取れなくて、もう数取り機を使うのはやめろとお医者さんから止められてしまったんだ。そんな。何、心配はいらないよ。これからは現場リーダーとして下の世代に仕事を教えていきたいんだ。春日君、交通量調査をやってみてどう思ったかね。え、それはまあ地味なのに意外と難しくて気づいたらムキになっちまってたかな。そうだろう。地味で地道な仕事なんだよ。でも毎日こうやって数取り機を押すことで少しずつ景観が変わっていくのを見ると胸が熱くなるんだ。だからこれからは自分が楽しんだ母系者にこの面白みを伝えられたらいいなと思ってるんだよ。じゃあ俺がその第一号ってわけか。そういうことになるね。私が困っている時に助けてくれて春日君には本当に感謝してるよ。こっちこそいいバイトさせてもらったぜ。後継者って言われるには胃が重すぎるけどよ。そうだ春日君、これを。それは私の意思を継ぐ者に渡そうと思っていた私のお古なんだ。意思を継ぐ？何、重く捉えなくてもいいさ。春日君は生徒第一号ってことで、その記念品だよ。そうなのか。じゃあ遠慮なく受け取っとくぜ。もし私が若者の監修ができなくなったら、その時は仕事を引き継いでもらうかもしれないけどね。え？もっと急用を思い出した。おい待てよおっさん、この仕事を継ぐ気はねえぞ。ん？なんだって？それじゃ、バイビー。行っちまった。ったく、何だってんだよ。だが、交通量調査員、なかなか深い仕事だぜ。こういう地味な仕事が支えてるのかもな。
んか一杯引っ掛けたい気分だな。ああ、ビール飲みたいな。俺はワインがいいな。今の時期は白ワインがうまいんだ。へえ、足立さん、ワインに詳しいんだな。まあな、若い頃はソムリエになろうか考えてたこともあるんだ。なんでソムリエにならなかったんだ。一口飲むと止まんなくなってな、必ず最後はベロンベロンになって味がわからなくなっちまうんだ。そりゃ無理だわ。法律を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票を、この国へ。まあ、言ってることは間違っちゃいねえんだよな。クメは本気で、ブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずにか。そう考えると、ある意味ではクメも青木に利用された哀れな被害者かもしれねえな。同情してる場合ではないですよ。よし、行こう。おい、ちょっと通してくれねえか。頼むよ。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。え、すまない、けどどうしても。あ、あんたどこかで。こいつだけじゃなく、周りもみんな近江だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。この間の借りはきっちり返したるで。両手を手加減しねえぜ。俺の番だな。名店の投げ置きだ。痛い目に合わせます。やめんなよ。勝てると思ってる。まった本気でやってん。かかってきてみろ。見てなさい。まず俺の番。痛い目に合わせますよ。どうしたんや。かかってきなさい。絶対負けない。邪魔だよ。上の男。邪魔するつもりやったんやろうが、残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろう。この後いつどこでいつやる。全部言え。そんなもん開いとるわい。せやけどお前ら、
クメに近づくことは一歩たりともできへんで。どういう意味だ。クメを当選させることは都知事の勅令や。その障害となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。わしにも把握しきれんほどの近江組員が異人町に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ、常に青木の方が行って先を読んでるってことか。おっしゃる通り。確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。地方自治は学生の遊びだということですか。いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのが神室町参詣作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。参詣作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東城会が壊滅したからって神室町からヤクザが消えたわけじゃないでしょう。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか。先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った参詣作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの。危険を伴った作戦、果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したと言われる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはつまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが参詣作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民事党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力を持ってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ、前から信じちゃいねえが政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけどどうする。ああ、さっきの様子じゃ久米には指一本振る。苦戦しているようだな。
長。お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか。ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて、会長はどうしてここに。さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。え？で、会長、俺に渡し忘れたものって一体。俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？は？立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろう。見つかったんですか？青木に勝てる立候補者。四方八方手を尽くして探したんだがな。いなかったか。でもいいアイデアを持ってきたぜ。え、アイデアって何です。春日、お前が出馬しろ。はぁ、もう少し早く。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか。俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな。久米に勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はぁ、それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。久米を捕まえるチャンス。立候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。当然対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すれば久米と接触できる。久米に比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方で久米は当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、久米はお前を無視ができねえ。どうしてです。当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。よらんとな、怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこで久米は嫌がおうでもお前なければならないというわけさ。お前の計画は選挙で久米を打ち負かすことだった。でも今のお前が望むことは久米との接触だろ。違うか。ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。でも法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ。やばいわよ、すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこっすか。馬車街道にある西浜ビルの中で。あざっす。
ダメよ。春日くん、今度ダーツ勝負しようよ。俺結構ダーツ好きなんだよね。へえ、勝負を挑んでくるってことは腕には自信あるんだな。まあね、結構強いと思うよ。20のトリプル出すの得意だし。そいつはすげえな。なんかコツとかってあんのか。技術面でいろいろ言えることもあるけど、やっぱ精神面が大事かな。自分を追い込むようなメンタルのコントロールの晩飯抜きと思って投げると結構当たるね。お前は晩飯で追い込まれるんだな。
ああ、私の番ですね。してみろ。わかった。ごちそうさまでした。美味しかった。いい食いっぷりだったぜ。ほんと腹減ってたんだな。うん、やっぱり誰かと食べるのって楽しいね。そういや、いつも一人で食ってるって言ってたな。うん、うちお母さんしかいないんだ。夜になるとお金を置いて行っちゃって。どこに行くか聞いてないのか。うん、そうか。一緒に食べてくれてありがとね。お安い御用だ。少しでも気が紛れたんだらよかったぜ。うん、楽しかった。また一緒に食べられたらな。あ、ごめんなさい、わがままだよね。気にしないで。飯を食うのはいつもここなのか。うん、お父さんがいた頃はいつも家族でここに来てたんだ。今は僕だけだけど。そっか、ならまたここに来て一緒に食おうぜ。俺でよければな。本当？やった。その代わり今日はそろそろ帰んな。うん、それじゃあまたね。
お。ありがとうございますそれでは、選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に他ならない。これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦は久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え？久米が春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこで久米はあなたを悪役に仕立ててその条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま招待に預かりました。カスが一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し。あれが人殺しなの。あいつが立候補やばくね。人殺しだってよ。人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとう。皆さんご覧ください。あのふざけた態度、あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。
でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあるんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きなクメちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはじゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。そう、それです。だからそれがグレーゾーンだっつうの。クメさんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか、クメさんよ。春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術する。私もだよ、一番。俺もだ。春日に投票するぞ。頑張れよ一番、応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。クメなんかに負けんじゃねえぞ。クメさん、俺あんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。撤収！撤収だ！おい、待てって。おい、ちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は、有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり元極道という異例の春日候補は、早速 SNS を中心に話題となっております。はあ、役に立たない奴らばかりだ。クメといい、お前といい、こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは。新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ったつもりか。いえ、お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。
お前にその器があるのか。はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよな。なあ、よう来たか。ありがとうよ。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。ご用件は。どの資格を受験しますか？こちらの資格でよろしいですか？頑張ってくださいね。